ありがとう。
納屋の方から聞こえたみたい。ねえ、戻ってきて。振り回されるのはもうおしまい。鍵はもらうよ。やっと終わった。もうマングースはゴリゴリ。副官一人に大げさね。文句があるんなら泳いだら。いい船ね。あんたの？盗んだの。子供の頃パパにトラクターのエンジンをキーを使わずにかける方法を教わって。船も似たようなもの。ねえ、カルロスを医者に見せないと。そう、頑張って。血を吐いてるのに放っておけない。昔パパが釣りに連れてってくれたことがあるの。馬を扱うならともかく釣り人としては最低。忍耐がないし釣り竿もまともに触れない。船底に針を引っ掛けたり、挙句は自分の唇にもしまいには怒って海にダイナマイトを投げ込んでた。魚はたくさん浮いてきたけど船にも穴が開いた。岸まで5キロ泳ぐ羽目になったよ。なのに助けようとした人たちに対してパパは失せろって。その話なんか関係あるの？いい、ダニー。カルロス・モンテロは何があっても助けを受け入れない。まったく、モンテロの連中ってのは頑固だね。パパはね、私は違うはいはい。ちょっと、あのタバコのせいだよ。地域が潤うって話だったのに。それがアントンの公約だった。ええ、そう言って支持を集めてた。だからみんなあいつに投票したの。奴の約束を信じてね。また昔みたいになるって思ってた。夢物語みたいに。でも大間違いだった。変化は与えられるもんじゃなく、自分たちに鞭打ってでも作り出すもんなんだ。でも今その役目を担うのはパパじゃない。カルロスに作戦はないの？パパの作戦は自分の胸の内を誰にも明かさないこと。絶対に。そして誰も信じないこと。自分の娘ならなおさらよ。そして
小さなナポレオンの挑発にいちいち反応するだけ。頭が固いんだね。孤児院の院長を思い出す。厳しくてこわもてだった。でも気に入られれば一生味方になってくれる。でもああいう考え方じゃいずれみんな殺される。挑発に乗り続けるだけじゃね、それじゃダメなんだ。新しいやり方でなきゃ。頭を使ってあいつがくたばるまで常に先手を取っていかないと。賛成よ。意見の一致ね。それメキシコ産なの？ここのタバコはビビロンにされた。もう地元のは吸えない。誰かのおかげでね。は、何？ホセクソ野郎カスティロよ。アントンの甥っ子様さ。それになんであいつまで。誰なの？あいつは私たちが追ってる副官の仲間。科学者みたいね。ホセをやろう。ダメ、狙うには遠すぎる。何があったの？くそ。ねえ、あれを。あの科学者の行き先が知りたい。この島に手がかりがあるはず。ヘリパッドにいる奴の仲間なら何か知ってるかも。
よし、科学者の行方の手がかりを探そう。真のヤラジン諸君、この島に来る名誉を得られるのはごく限られたもののみ。諸君は優れた働きを認められここに招かれた。だが何より重要なのはこの私に価値を示したということだ。感謝の贈り物は歓迎しよう。特に王国やゲリラの頭をつけば
諸君の揺るぐことなき忠誠心に対するこの私からのプレゼントだ。行くわよ。誰かいる。
わ、嘘でしょ。
た者だけが招かれるホセ・カスティロの島へようこそ。言うまでもないが、この私に選ばれることがどれほどの名誉か、どうか心に刻んでほしい。それは自由だ。責任に縛られることも、日々の義務に縛られることもない。己の内なる動物を呼び覚まし、原始的衝動を満たすがいい。諸君の揺るぐ心の忠誠心に対し、この私からのプレゼントだ。
た者だけが招かれるホセ・カスティロの姉妹に。ありがとう。さすがリベルタードだね。いいから。これによると島の北にホセの屋敷がある。眺めをセックスと暴力を楽しむがいい。
ホセのパソコンがあるかもね。